高畑線は、かつて、山形県東沖多摩郡高畑町のぬかの名駅から新宿駅までを結んでいた、山形交通の鉄道路線である。高畑町周辺で、製紙業が発展したため、工業製品の輸送を目的に付設された。昭和期に入りで延化され、第二次世界大戦前には、工業製品のほか、木材、乳製品、木炭、果物の輸送も担った。 戦後、トラックの発展によりそちらに役目を譲り、1974年に全廃された。1968年当時の物廃線時に在籍していた車両は、以下の通り D1 もは1高松こと平電機、鉄道上と後のもは4ワム2011968年、当時高畑駅は、この地域の名産である高畑石を使って建設された石造りの駅舎であった。 高畑市はさらに個別の石切り場の名前を付けて細分化されており、高畑駅に使われたのは売り割り石切り場から切り出された売り割り石であった。設計は初代高畑駅長であった長島田吉地である。外観は大土色で車寄せのような玄関を備えた立派な建物となっている。高畑駅より工場への専用線が伸びており、当初は 片倉製紙防石が撤退後は、ジークライト化学工業の所有となっていた JR、高畑駅前にある、マホロバ緑道高畑駅の駅舎はそのまま保存されており、鉄道廃止後も代替する、山港バス、高畑町会所として利用されていた。代替バスは町営になった後、廃止された。電車一両、電気機関車一両、貨車一両も保存されている。路線跡は、 サイクリングロードマホロバ緑道となり、追いマ自転車道の一区間となった。ありがとうございます。